あのつけ麺の生みの親、東池袋大正軒山岸和夫をうならせた極上の塩ラーメンが練馬で食べられる。こちらは塩ラーメンとつけ麺のお店花市。ご夫婦で切り盛りしているこちらのお店、店内は素朴ながら清潔感があり、アットホームな雰囲気で女性や家族連れでも気軽に入ることができます。早速噂の塩ラーメンをいただきました。丸鶏の出汁を基本としたスープはさっぱりしていながら濃厚な魚介の香りが漂います。のど越しよくしっかりした麺も特徴的。厚めのチャーシューは直前にバーナーで炙り、香ばしさを引き立てています。さらに燻製を作る時などに使うソミュール液に豚のバラ肉を1週間漬けるという手間のかけよう。それにしてもこの濃厚な魚介の香りのスープは一体どのようにして作られるのでしょうか。塩だれの方に、はい、もう本当に生の牡蠣から取ったお出汁をこっちの方に入れて、一番最初はアサリとホタテにしてたんですけど、アサリを、まあ、牡蠣に変えたところ、まあ、牡蠣の方が香りが強いので、まあ、スープに負けないこうなんか存在感が出せる。またこちらの麺はパスタマシンで作っているんだとか。どうしてパスタマシンを使っているんですか？最初はお試しで家庭用のパスタマシンで、はい、練習がてらもあれで作ってたんですね。で、まあ、ゆくゆくはこうお金が貯まったら、まあ、製麺機を買ってでやろうと思ったんですけど、まあ、製麺機は高いんですよやっぱり。じゃあ業務用のパスタマシンを買おうかで、まあ、5分の1ぐらいの価格なので、太くしようとするとやっぱりこう平たい平打ちになるのが特徴で。なるほど、アイデア賞ですね。でもそこまで自家製麺にこだわる理由は何なんでしょう。やっぱりやってみて、もう全然業者で買う麺と自分で作る麺ってのも全然香りも食感も違くて、麺に味があるんだなっていうのが作るようになって初めて分かる。続いてご紹介するのは塩つけ麺。こちらは太麺でいただきました。フィットチーネのような平打ちの麺は食べ応えもあり、スープとの絡み具合も抜群。ラーメンよりさらに濃厚なスープは食べ進むうちにどんどん魚介の香りが強くなる。味の変化も楽しむことができます。これまで飲食業の経験がほとんどなかったという一戸さんが独自の研究を重ね作り上げた個性あふれる塩ラーメン。ぜひ一度味わってみてはいかがですか？